はい、こんばんは。えー、2020年4月18日えー、休校中の皆さんの勉強を演するウェブ朝倉学校数学です。で、本日はえー、中学1年生数学教科書の第3章方程式とその1、えー、のほ方程式に入ります。方程式、その1方程式とはということをやりたいと思います。 で本日、まあ、昼まで、あのー、午後まで大雨で、その後でも晴れました、まあ、このように今の世の中の状況も、今頑張っていけば、えー、晴れる。 ことを願いながら頑張っていきましょう私の講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉です私の市議としてのコロナ新型コロナの船橋における対策の話は公式サイトに載せておりますし明日希望者は14時から15時ズーム会議をしますのでメッセンジャーなどメールを見えるいただければと思いますそれではでこの講座では 主に中学生の数学の内容をやっていきたいと思ってるんですけど中学生の数学の内容は中1はこの縦列中2も縦列中3もこの縦列の内容で学びます。で特に一番最後のところですね中1のこの資料の整理のところと中2の確率のところそして中1のこれが3月に休校で学べ,学べてないところ。 がある部分ですね。中1の正の数、負の数、えー、文字と式、中2のここら辺の式の計算、連次方定式、ここら辺が学べてない部分なので、できればここら辺をフォローしていこうかなと思っております。ただ、この中1の流れは、ここの4の量の計算、量の変化と比例、反比例までやらないと、ちょっと中2の内容に行きにくいので、えー、この今日はこの引き続いて第3章、一次方程式の話に入っていきます。 で私たちは今、コロナの危機の中で学校が休業ということになっているんですが3月の16日に思いついた数式を紹介しておきます。コロナ、エクロと苦闘で割り乗り切れば幸せの数字、ラッキー7となる、まあ、私たちあ,のあと少し頑張っていきましょう。それでは方程式本日のテーマ方程式 で方程式とはということで、まあ、分かりやすいテーマあの例を出しました F さんは入場料、まあ昨日の文字式の、えー、テーマで使った話と同じ材料なんですが、えー、っと F さんは入場料1000円乗り物1回500円のテーマパークに行き全体で使ったお金は8000円使いましたとで F さんは何回乗り物に乗ったでしょうかという問いがあるとでこのとき求めたい分からない数字のことを X と置いて等式を立ててみるんですね。 X たプラス1000イコールとなりますでこのように文字を含む等式、まあ、等式自身をイコーリティと言ってるんですけど、文字を含む等式のことを方程式、イクエーションと言っていますで。方程式を立てるこ作ることを方程式を立てる、えー、ライトアンイクエーションと言っていますねで。等式と方程式のまあ関係なんですが、等式というのはとにかく左右が釣り合っていればいいので、500足す1000イコール8000。 コールみたいに数だけで成り立ってる等式もあるんですけど方程式というのはこの子に x が入ってるってことですねで分からない数字を x と置くということにちなんでよく謎の人物のことをミスター x と言ったりしますねまあ,あの昔の漫画だとタイガーマスクでその虎の穴という、まあ、秘密組織の、えー、人物にミスター x というのがいましたけど分からない人のことを、まあ、Mr.x と言ったりするのはこの x の え名残まあ、その由来ですね数学でわからないものを x トークという流れですさて方程式に当てはまる文字のこれはまあ暗算で14とわかると思うんですけど14を解というソリューションというとで解を求めることを方程式を解く solve the e q u a といいその計算の結果 x=14 のように表すとで実際にその解が当たっているかどうか を調べるために X. イコール十四をこの方程式の元の式に入れて代入して確かめると。実際成り立っていることが確認できます。このええー、作業、剣山、チェックザソリューションと言ってます。で、えっと、ソリューションというのは英語で言うと、まあ、解決という意味もあるんですけど、数学の場合には解という意味がありますね。で、あの、実際この検算をして、その式が間違ってたら、その間違いを発見できるので、もう一回やり直すことができます。それでは、方程式を。 のののに使使ううう等式発発想想とということでで、まあ、天秤の発想を使うんですね天秤バランスと言います。であのこれは天秤というのは左右同じ重さのものがあるとちょうど釣り合ってくれるということで左右の重さを釣り合ったりあるいは、えー、左にふんどを入れてあ右か右にふんどを入れてその、えー、重さを測ったりするのに使いますね。ねさて、えっと、まず この同じ大きさ体積の鉄の玉、アルミの玉の約3倍であるとで、鉄の玉1個とアルミの玉3個が釣り合うんですね。よって、シャーレの上に鉄の玉1個とアルミの玉1個左右に載せると釣り合ってるんですねでこれ。まずこれが出発点です。でこの出発点を考えた上で、いろんな操作してみるんですねで。左の皿、右の皿ともに3倍にしても釣り合う、まあ、つまり鉄の玉3個とアルミの玉9個にしても釣り合うと。 次に3分の1にしても釣り合う鉄の玉をかち割って3分の1にしてアルミの玉を1個にしても、まあ、釣り合うとこれ割る3ですねでそれから足す、えー、左右ともに同じふ、うん、そをつけても、まあ蓋の重さだけ加わっても釣り合ってますね。釣り合い続けてますそして次に引く、えー、このシャーレをお互いから取ってしまって生でこういうあの鉄の玉アルミの玉を乗せても釣り合いますね とということで釣り合っている状態の両方に同じものをかけても同じものを割っても同じもので足しても同じものを引いても釣り合い続けるというのが天秤という現象であります。で実は、等式も全く同じなんですね。で先ほどの F さんの例えで言いますと F さんが、まあ、入場料1000円乗り物500円の遊園地に行って8000円使いましたとのこの式で表せます。 でこの式を2倍する、例えば F さんは、G、友達、じいさんと一緒に行って、全く同じ遊び方をしたと、そうすると2人で2かける8000円、えーまあ、あの1万6000円かかった、でこっちも、えー、のかかったお金の計算式の方も2倍すれば釣り合ってるはずです。それから次に、F さんは、あの今度は1人で行ったんだけどあの、500円玉だけ持って行ったと、それですべてお金を500円玉だけで数えて払ったと。 そうすると、これ500で割るんだよ、両辺を。こうそうすると、8000というのが500円玉16枚と分かるし、入場料2枚払ったんで、X は実は14枚とすぐに出てきたりするんですね。X プラス2イコール16という、500で割るとこの式になる。でその次に、えっと 帰りにレストランで1000円食べたと、1000円食べたお金もカウントして計算しなさいって言ったら、まあ、実際9000円使って、こっちも1000円、あと1000円使ったということを左の式にも入れると、釣り合ってますね、そして、感謝デーで実際は入場料が無料になって、1000円引いてよかったということでさえあの、入場料かからなかったし、こちらも7000円しかかからなかったというのを、えー、両辺から同じ式をしても引き上 まあ、天秤と全く同じ発想で、えー、等式というのは使えるんですね。さてそれでは、等式の性質を整理しておきますと、等式の両辺に同じ数、まあ、あの中学生だと数なんですが、高校生になってると式,式自身を足すなんていう発想も出てきますので、まあ、数あるいは式を足しても等式は成り立足す。A イコール B ならば、A プラス C イコール B プラス C。これ、ならばというのはこの記号を使います。で次 等式の両辺から同じ式を引いても数を引いても等式が成り立つ。A-C、c、A イコール B ならば A-C イコール B-C。C b c、で次3番、等式の両辺、右辺全体、左辺全体。これ全体というのを強調しておきましたけど、これ一部だけかけてはダメですね。全体に同じ数をかけても等式が成り立つ。A, a イコール B ならば a れ c イコール b れ c そして両辺、等式の両辺を 同じ数で割っても等式成り立つこれも左辺全右辺全体左辺全体ということにしてください。そうするとこう成り立ちます。はい、それを前提にじゃ計算をしていきましょうで。方程式を解く流れなんですが、まあ、さっきの例に戻りますとこれも暗算でもできちゃうんですけど、あのーまあ、実際に方程式を解く流れの確認に使っていきましょう。まず X さんは何回乗り物に乗ったんでしょうかと言われたらその分かんない数を、X、と置いて。 置くんですね x 回乗ったとするとと、まあ、これ数学の答案を書くとき、えー、記述式で書くときにはここら辺をきちんと書くんですねそして式を立てます 500x プラス1000イコール8000とか立てますそしてこれまあ強調しておきますでこのときにこの発想としてはこの x を周りの順々にそぎ落としていきますで x を浮き立たせるとで宝物 x を発掘して x を裸にしていく 例えば、化石を発掘したいときには、まずその周りの地層をその掘って、そしてえ砂をえかき分けて、最後に岩石の中の,その化石の部分をあの取り出したりしますね。で、裸にして最後にその丁寧にその周りの砂部分を取って、例えば山陽虫だと山陽虫だけにするという風にするわけですね。で、そういう形でありますので、この 500X。 まずこの線がまとわりついているので両辺から線を引きます。必ず両辺から引くんです。そうすると 500x イコール7000になり、次にこれを500で割ると x イコール14という計算ができます。これが計算方法ですね。さて、でこの時にある方法を知っていると便利です。イコートトランスポジションというんですが、等式で一方の辺の項のの不合格で他方の え辺に続くこと実はさっきやった計算なんですが、えー、500プラス1000イコール8000をこの線を消してそぎ落とすためにこう両辺から線を引くとでそうすると結果的にこ,うこ,の,この途中過程が実際思考過程としてあるんだけどここを慣れてしまうとここを書かなくていいんですねそうすると左辺のプラス1000は いや左,辺左辺のプラス線は右辺に行くとマイナス線になるということで符号を変えて反対側に移ることができるということですねえっとこれは500マイナス線がこっちに行ったら、えー、500500x マイナス線が両辺にプラス線を足すと結果的にはプラス線になります反対側に移るときには符号がプラスマイナスで逆転するということですねこれを知っておくと この真ん中の計算、も書かなくてよくなりますので、楽になります。じゃあ、その次、文字 x などを含む項は左辺にこうして集め、数の項は右辺にこうして集めって計算、実は、文字が両側にある、文字を含むその項が両側にあることがあるで、数を含む項も両側にあることもありますけど、これは、文字は左に集めるという、まあ、方向にします。で、数は右に集めるという方向にするんですね。 でそうすると、こうなりまして、X がマイナス3とできます。で、実は、等式自身とか方程式自身は、まあ、あのできるだけ立てるときから、X を左側に書くように、まあ、工夫するんですけど、まあ、取材者の側がこういうふうに書いちゃってくることもあるんですね。でそうしたら、あのこれは、 えっとまあ、X をひ左側にした方が、後で計算がしやすいというか、まあまあ、これ、間違いじゃないんですけどえ、こっちがだんだん私たち慣れていくので、この左側に X を移すという癖をつけて、まあ、丸ごとひっくり返しちゃってもいいですね。さて、それでは、えっと、次、分数を含む計算です。X の係数に分数を含む式は、両辺に分母の数をかけて計算すると。 3分の 1x だったら両辺に3をかければ x イコール15ですね。3分の 1x イコール5と両辺に3をかけて、えっと、x イコール15になりますで。両辺に x があり、異なる分母を持つ分数の係数があるときには両辺に分母の最小公倍数をかけて計算する。こっち4分のがあって、でこっち5分のがあります。そうすると、4と5の最小公倍数の20をかけるんですね。 そそうそう最小公倍数ですから、こう必ずこ,これがこ、この公倍数でありますから、あのかけると整数になってくれます、でこれ、20かけると5、5が残りますね、5、で、かっこ 3x プラス1、で、こっち20をかけます、でこれちょっと2つに分かれているので、まあ、最初はかっこしてかけます、そして分配法則でかけていくと、12x マイナス40ということになります。 でこれはさっき言ったように左辺、えー、x は左辺に集め、えー、y、えー、定数は、えーまあ、数の部分は右辺に集めるとこうなります。で、x イコールマイナス15となりますね。さて、ここら辺まで複雑,複雑な式になってくると、例えば皆さん、暗算でできませんよね。さっきの遊園地の問題だったら暗算でできるんだけど、暗算でできませんので、このマイナス15というのが本当に合ってるかどうか不安になりますね。ということで、計算してみましょう。この 最後に x イコールマイナス15を両辺に代入して計算してみましょう、えっと、こマイナス15を入れてみてくださいそうするとマイナス45ですねプラス1でマイナス44になりますマイナス44割る4ですからマイナス11になりますでこっちにマイナス15を入れたらどう,らどうでしょうかマイナス15を5で割るからマイナス3ででここに3かけるからここがマイナス9になりますねでマイナス9引く2でマイナス11になります こっちもマイナス1になり、こっちもマイナス1になることが確認できたので、検算もできて安心だということですね。それでは本日の最後の問題で、実際の入試問題を見てみたいと思います。2016年の千葉県公立高校の入試の問題ですね。で実は方程式は、えー、先ほどのような文章題で聞かれることが、こんな感じですね。やっぱりこの、 方程式はその実際の、まあ、文章に基づいて、まあ、こ,こういう形で聞かれることが多いです。えー、でただこ,これ簡単すぎるのでもうちょっと、えーまあ、難しい文章題で出ることがあるんですが実際にこの,この日本語の文章から実際の式を立てるところから、まあ、高校入試なんかにおいても。 あの計算させることが多いですし実際私たちが生活の中で役立てるとしたら実際にその、えー、自分で式を立てないきゃいけませんので式を立てることから,や,らやっていただくことが多いんですがあの本日はあそれは明日以降にしまして本日は単純に式だけの計算に慣れていただくということでこの計算をやりますね。方程式 x 3.5 0.5 x3x-1 括弧と字を解きなさい。で、解きなさいって言ったのは最後、x イコール何々にするということですね。はい。で、これは小数ですけど、小数の場合も分数と同じ発想で、左右に何かをかけると簡単になるんですね。はい。それでは、ちょっと YouTube 見てる人はここで止めてやってください。それではいきますね。はい。で、まず、 まあ、確認ですけど、x を含む方程式を解きなさいと x イコール何々を求めることと、でまず両辺に10をかけますで、10をかけると、実は小数が消えて、整数になってくるんですね、あのえっと、方程式を解くときのコツというのは、分数とか小数というのは扱いにくいので、できるだけ両辺に同じものをかけて、整数にして、整数の計算でやった方が、私たち慣れてますので、その方がいいということですね。 えっと、じゃあ 10x プラス35イコール 5x5 か,かっこ 3x マイナス1になります。でこれ5で割ります。プラススイイコールマナですでこれ実は10をかけて、えー、まあ小数点をなくしてそれから5で割ったという作業をしたんですけどこれは最初から気づけば2をかけると整数になるということを気づけばあのまあ一発でこれをやってもいいんですけど。 あのどっちででもいいです、まあ、ただ小数を含むときにはとにかく10倍とか100倍というすれば小数が確実に整数になってくれるのでその段階を経た方があが確実ですねさてここまで出ましたじゃあここからどうするか 3x は左側に移行するとでえ定数数の部分は右側に移行するんですね移行するときに符号がマイナスになるだから 3x がマイナス 3x これ、えー、マイナス7になります。そうすると、マイナス X イコールマイナス8です。で、両辺をマイナス1で割るというか、マイナス1をかけるという発想でもいいんですけど、そうすると、X イコール8となります。じゃあ、最後に実際に、えー、8を入れてみましょう。8+3.5 ですから、11.5ですね。で、これ8を入れると、えー、5る8ちょっと大変な計算だ、あ、3る8だから20、28。 でででです、ね、ですすすねから23です23はですやはりきちんと剣山でも合うことが確認できます、はい。ということで本日はここまでとします。明日からは方程式の実際の文章題の話を、まあ、結構面白い問題としてあ,のある駅まで最初歩いていって途中で走った 時のその距離の問題とか距離とか速度時間にかかる問題など、え、まああと食塩水の問題とかあります。で、実はこれすでに私の YouTube に一回発信した内容でもある、あって聞いた人もいるかもしれませんけど、今方程式の勉強ですから再びあの整理して発信したいと思います。明日は文章題の話に行きます。ご静聴ありがとうございました。